T シャツ着ちゃった。今日は生写真の撮影があったので、メイクをしっかりしているので割と顔が漏れている気がするショールーム的にね。元気です。私はちょっとリップが帰ってきてるから落ちてるけど、ハイトーンの生写真が発売されるのは今日撮ったのが最初で最後だと思う。ハイトーンって言えるかな、今明るい茶髪とも言うかなぐらい。ちょっとあんま、まあ、マッキンキンって感じのザ金髪ってことではないから、なんだろう、なんかそこまでめっちゃ金髪って感じではないんだけど、で今まで発売された生写真に比べたら相当髪明るい、あの金髪寄りの色だと思うので、そう写真で見た感じだとまあ普通に明るいなーって感じだから、もうね、一瞬ちょっと暗くなったけど、南湖公園の時ちょっと暗かったけど、もう今だいぶ抜けてきて結構あの金髪かなーみたいな気持ちになってるから、うん、どうなんだ。まあでも生写真になったら結構髪明るめになるかなと思うので、どうだろうね。まあでも結構いっぱい撮ったから、今日いっぱいすごいいっぱい撮ったから、しばらくは今後しばらく今後発売される生写真はもうしばらくこの今日の髪色のあれだと思うんですけど、まだな、まあするかな。でももう次こういう生写真撮影するときにはもう暗くしてる気がする。どうだろう、してないかな、結局わかんない、その生写真ストックどうだろう。でもそう結構ね、意外と入っと、もうさ本当に最初はさ9月になった瞬間やめようと思ってたけど、もうなんだかんだ10月中旬ぐらいまで、まあ割かし明るい感じで生きてるわけじゃん。なんか結構今の髪色ってこんくらいの明るさも気に入ってきたしなんかいっかなーっていう気にもなっているけど、暗くしたい気持ちもある。なんかまだ半袖ギリ着れるから、なんかまだそんな暗くしようって気持ちになってないけど、もっとなんか極寒みたいなコート必須みたいな感じになったら暗くしたくなるかな、どうだろう。でも一回ねブリーチしたらすぐ暗くしても、あのすぐ暗くしてもすぐ色抜けちゃうんですけどね。でもなんか結構今の髪色いいんじゃないかなって気になってきてます。今日はまあちょっと寒かったけど、でもまあ薄い長袖ぐらいだったので、カラコンの色も今日可愛い。なんか結構こうやって見ると結構紫なんだけど、私結構コンタクトの色自体はコンタクトだけで見たときは結構な紫なんだけど、見えるか、ここ見ればいいかな、どう、すごいリングライトが入ってる。今日は生写真撮影だったので割となんかピンクとか赤とかオレンジみたいな色にしないで結構まあ
ちゃんとブラウンっぽい、ベージュっぽい、なんか肌なじみのいい色のアイメイクです。今日は全体撮影でな、赤とかピンクとかそういう生写真とかのグッズになるときはしない方がいいかなって。だけどカラコンはちょっと思い切って、こんなカラコンももっとナチュラルなのつけるんだけど、いつもだったらこういう撮影の日は、今日はちょっと髪明るいしめっちゃ思い切って紫をつけてみたんだけど、でもこの紫のカラコン、なんかこうやって見るとすごい紫じゃん、アップで。わかる？見える？結構派手な紫だと思うじゃん。派手っていうか、なんか露骨に紫っていうか、ストレートに紫じゃない？結構見えてるかな、この伝わるかな、色味が。なんだけど意外とこうやって見ると馴染む。まあまあ、ここまでいたらさすがに分かんないか、なんか紫のカラコンとかって言われてさ、結構なんだろう、馴染まない、こうカラなんかこう派手派手だなっていうイメージなんだけど、なんか意外とさグレーっぽいく見えるからかな、いつももっとなんかブラウンとかつけることが多いんだけど、普通は青とかのカラコンもたまにつけんだけど、青のカラコンつけるときは結構やっぱもうハーフっぽくなるイメージだから、この紫もそんな感じかなと思ったけど、なんか意外と馴染んでる。そう、思ったよりつけると、まあ今の髪色なのもあるのかな、なんかこうナチュラルな紫で可愛くてお気に入り。分かんない、生写真上で見たらもうちょい、それなんか高画質にしたらもうちょいちょっと浮くかなとも思うんだけど、でも意外と馴染む。そう、めちゃめちゃまるで裸眼のような馴染み方ってことではないんだけど、全然カラコンしてるなって感じではあるけど、そう意外と馴染むってぐらい、なんか見た目ほんと、まあ今つけてるけど、そうコンタクトだけで見た時とかはこれ結構浮くんじゃないですかねみたいな色だったんだけど、つけるといい、意外と馴染む。そうだからお気に入り、度は合ってるよ、 2.75。 そう、裸眼風のカラコンとかも結構何個もいろいろ試してんだけど、これはもう全然その裸眼風とかバレないとかじゃなくて、全然カラコンしてますって感じなんだけど、なんか本当になんかもっと宇宙人になりそうな色なんだけど、もう今ちょっと現物がこれラスト1個だったからもうちょっとないんだけど、そう現物見たら宇宙人みたいになりそうじゃないみたいな感じなんだけど、意外と馴染んで可愛いので気に入りで、しかもなんか盛れる、しかも盛れる、私結構このカラコンつけてる日毎回盛れてる気がするから、もう何回か金髪にしてからこのカラコン買って、やっぱ髪派手にしたら顔も派手にしたいから、カラコンもちょっと派手めなの挑戦してみようって思って、金髪にした結構初期段階にこのカラコン買ったんですけど、だからもう何回かつけてるんですけど、毎回このカラコンした日結構漏れてるなって思うから、あーってんのかなって思って、今日はね、あんまこういう撮影というか、まあ、AKB の衣装を着るときにあんまりこう思い切ったカラコンしない派なんだけど、私服の時はするけど、衣装を着る時にあんまりこう、衣装を着る時は割とこうまあ普通のブラウンっぽい普通のカラコンすることが多いから、あんまこれ思い切ったカラコンしないんですけど、これつけてる日結構毎回漏れるから、今日は思い切ってつけてみました。しかも公演とかライブとかじゃなくて生写真撮影で、どうだろう、仕上がり見たら結構目が紫になってんのかな、どうだろう、その仕上がりはさ分かんないからさ、
すごいその撮った写真のデータとか見たけど、まあちょっと浮くけど、でもそんな紫のカラコンって感じではないかったから、どうだろう、印刷されたりとかなんかまあいろいろしたらまた見え方違うかなって思って、まあちょっとドキドキなんだけど、今回はそんな感じだよって感じです。公演の時はまあいろいろもう公演ごとにコンタクト違う、透明のカラコンの時もあるし、あ、透明のカラコンっていう矛盾言っちゃった、透明のただのコンタクトの時もあるし、なんか可愛いんだよね、ハイトーンに合うなって思ったけど、これはなんか逆に黒髪でも似合いそう、変わんないですよ、カラコンつけても見える、その何見え方は、もうその見える部分は空いてるので、まあその周りに色がついてるだけだから、じゃなかったら怖いよね。撮影中ってさ、すごいやっぱこう光をパシャパシャ浴びるわけだからさ、すんごい目が乾く、もうめっちゃ目乾くタイプだからさ、かよってもう一撮影するごとに目薬をさして、そのブースから出るたんびに目薬さして、抱えてきて目薬さしてずっとやってる。え、ブルーピリオドとコンタクトがコラボしてんの、すごっ。カラコンなのかな、普通のかな。あ、そう、自然光が一番よ、本当に。で、今日も私って本当にどこの会場でもここが一番写真が盛れるっていう場所を必ず見つけ出す人だから今日もそのナナ写真撮影スタジオみたいなところでここが一番盛れるなっていうのを見つけて、そこでいっぱい写真を撮ってきました。そこで自撮りしてた、旗から見たら変なところで撮ってるなって思われてるかもしんないけど、そこが一番盛れるんですよ。本当に本当にどんな会場でも見つけるよ私は本当にこれはね、本当に昔からそういう意味でね、写真が上手私は。どの会場でも絶対見つけるやっぱ光が一番大事なの。なんか基本は窓際が普通に漏れるんだけど、まあ、窓がなかったりとか、なんだろう、まあ夜だったりとかしたら窓が意味ないじゃんってなった時でも、そこの会場でのもう最大限の一番いいところを絶対に見つける私は。あ、そう、自販機前めっちゃ漏れる自販機ってほぼほぼプリキと一緒ぐらい、夜のね明るいところにある自販機はあんま意味ないけど、自然、いやでも自然光が一番ですよ絶対に。だから雨の日は自撮りが漏れないから嫌いっていうのもあるでも他の人は多分ね、そんなにねこだわりが薄いっていうのもあると思うし、別にそこまでしなくても漏れるから、かわい元が可愛いからいいのよあっちは結構その写真を綺麗に撮るっていう、撮りたいっていう気持ちが強いから、めっちゃどこの場所が一番漏れるかをすぐ探すみんなカヨが撮ってるところで撮ったら綺麗に撮れると思う。お、明日雨か。79日おめでとう、やったー、80日イーブ。
すごない？もう79日続いてる。私言うたら実質もう180日ぐらい。ああ、私の積み重ねた100日が。あと20日ぐらいで100日だよ。すごい、嬉しいね。今日12日だから、もうほんと10月、11月になったぐらいには。なってることでしょう、100日、無事に。めでたーい、嬉しい。これからもね、ちゃんと、ちゃんと続けていけたらいいなと思います。やった。ではランキングを読みます。13位、TC ライダーさん、ありがとうございます。12位、カエル岩瀬。9期最高さん、ありがとうございます。11位チャイミンジンさん、ありがとうございます。 10位お好み焼きさん、ありがとうございます。9位さっちゃんさん、ありがとうございます。8位ココポンアットと、これ見えないんだよな、10月10日さん、ココポンアット10月10日さん、ありがとうございます。7位ポテマルさん、ありがとうございます。6位ジーザスターさん、ありがとうございます。5位プラハタハさん、ありがとうございます。4位アスカさん、ありがとうございます。3位秋葉にゼット岡山のパーさんとハトウナヒビナノさん、ありがとうございます。2位元気さん、ありがとうございます。そして1位カズミンさん、ありがとうございます。やった。この後は歌コンですね。19時50分ぐらいかな、まあ、8時ぐらいから。ワクワク。そう、今日はね、撮影でレッスンはお休みだったので、忘れないようにしようと思います。眠い、もう今日も眠い。早起きしてあげる。なあ、タコン見てね。あ、そう、今日 T シャツ、今日着てた服ちょっとなんかめんどくさい系だったからすぐ脱いじゃった。バイバーイ。